乾きのね、ツボありました。はい、乾きのツボありました。あのね、これね、ちょっと待ってね、丸ボタンを押したらこう切り替えれるんだけど、どうやら3つまでしかね、ただただ絵手が説明聞いてなかっただけみたい。3つまでしか表示されなくて、長押しすることによってその4つ目をね変更できるっていう、感じでしたね。はい、てなわけでね、笛を封印して、はい、壺取り出しておきます。んでここに水を入れていけって言ってたね。もう普通に入れまくっちゃっていいのかな。どんどん入れていくよ。こんな感じで結構むずいよね、水入れの作業って。こうして雰囲気で入れていくか。雰囲気で、どうかね。だいぶいい感じに水は入れたつもりなんだけど、これじゃダメなのかな、まだ。でこっから草原団子を使って周りを緑にするみたいなことを言ってたよね。範囲が出ない。ここら辺置いてみる。ちょっとずれちゃったけど、いや いっぱい置いちゃおう。草原団子持ってるよな。草原団子10個ぐらい。よし、これをばらまく。そこ置いた。どうですか。シンプルにここ範囲見せただけかね。おー、ピラミッドもめっちゃいい感じにできてきてる。すごい、すげえ、でかー、でかすぎ。おお、お、ピラミッド第一段階クリア。でけえな。うー、はい、それ1で確か普通にピラミッドダンジョンであったよね。この辺りにバーがあれば商売繁盛間違いないのでは。いいな、ルルも見てみたい。オッカムルって島にもいつか行ってみたいわ。とりあえず1段階目クリア。ただオアシスがね、なんか進んでる気配がないんだよね。水埋めたんだけど、いや怪しいなこいつら。そろそろ次の島に行かなくては。ルル王国だ、オンバアイランドだ、だなと、などと聞きますが、この島の中心は間違いなくあなただ。
教団は教団の考えを無理やり押し付けたりはしません。あなたたちはどうか、ここで良いものづくりを。我々はこれで失礼させていただきます。はい、怪しいな。お、続きな。設計図2。ピラミッドはね、勝手にね作ってくれるかな、楽だ。でっけえ。まあけど上に行けば行くほど何縮まっていくから素材も楽になってくるでしょ、少なくなってくる。うわー、なんかそんな感じはしないなけどまだまだありそうだな。うん、うん。さあお前たち働け、とっとと働きやがれ。アーマンさん、アーマンさん、うん、中が空っぽで少し寂しい気がしませんか。そこでエッさんにはピラミッドの中に部屋を作ってほしい。普通の部屋でもつまらないですし、かっこいい個室とかわいい個室2つ作っていただくというのはどうでしょう。かっこいい個室にはベッド、明かり、ガラス瓶、ダンベル、樽、個室壁掛け。かわいい個室にはベッド、椅子、明かり、ドレッサー、生け花、個室壁掛け。はあ、壁に使うブロックは、わかりました。うん、さあ生け花の作り方をご存じない。うん、オッケー。で、オアシスは？オアシスいいのかな、これで。まあまあいいか。材料めっちゃ入ってる。個室を作れって言ってたね。とりあえずサボテン邪魔なんでぶっ壊すか。何を素材に使うか。いや、もうさすがに土はないよな。土はないよな。けど、まあ、第一階層っていうのも考えて、そんな豪華なやつも使いたくないってことで、銀とかだな。そうなると。銀がちょうどいいんじゃないか。で、なおかつ、この壁のくぼみを生かす感じ。壁のくぼみを生かす感じで、作っていけばいい感じに作れるのではなかろうか。かっこいい。ちょっと待って、これ壊しちゃった。ここをこう隔てて、こう、いい感じじゃない。まあ大体こうなるよな。大体こうやって作るんじゃない、みんな。こういう間取り。けどみんなと一緒ってなるとなんか嫌だな。それはなんかセンスじゃない、それはセンスじゃない気がするわ。うーん、まあ一旦こっちはそういう感じで作ってみよう。一旦、
で、で、扉。ちょっと作業台持ってきたいな。遠いな、作業台。ちょっと作業台。作業台作ろう。超大きいやつよ、超大きいやつだこれ。まあいいか、超大きいぐらいでいいか。こうするでしょ。で、置かなきゃいけないものを一通り作っちゃう。松明ある。ベッドが良い、わらでいいの。普通に木のベッドとかダメかな。樽5、5樽。あれ、樽あんの。あんじゃん。見逃しがち。で、これやったけど、それどころじゃないんで。あ、入ってきちゃった、入ってきちゃったなら殺す。はい、まだいる。外か、どこどこです。いや、ポンして、んで、こう、こう、あ、これ椅子か、椅子か、これをかけなきゃいけない。ここら辺でパス、あ、低い、位置が低い。もう一個置いちゃって、こう、ど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 う、
方は罠だ、罠だ、ちょっといい、向こうの方はこれでいい。これをこれ、まあまあまあ端っこの方にね、ここら辺でかっこいい、これでいいんか。うん、で、次、かわいい個室。ベッド、明かり、で、樽ガラス。あ、違う違う、これは違う。かわいい方は、ベッド、椅子、明かり、ドレッサー。で、いけば。ベッド、椅子、明かり、ドレッサー。ベッド、椅子、明かり、どいて。どいて。どいて。じゃあここがかわいい方。ベッドで、ドレッサー、ドレッサーこうでしょ。椅子、なんかいい感じの椅子ないっけ。いい感じの椅子、いい感じの椅子はないですね。椅子、これ使っちゃう。綿か、一人掛けの椅子がいいんだよな。これお風呂椅子だよな。これにしよう。で、ランタンとかあるよな、ランタン。ん？盾取っちゃった。で、ランタンを、ランタンここでしょ、絶対。ベッドの脇でしょ。いいね、いいね、おしゃれ、おしゃれ、センス、センス、センス。ん？何？リフォームコテって。生け花まだ置いてないから待って。生け花、生け花を置くんだけど、木の柵、丸太横。それっぽいのないな。キノコ、こう、どうやどうじゃ。わ、ハートめっちゃ出る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 。わわわわわ、すごいすごいすごい。よし、こんな感じでできました。うん、皆さんに私のバーでルビーラを振る舞って差し上げたい。よし。ん？何？魔物の気配。島に住んでる魔物と違うみたいだ。はい、どうしてかしら。今まで島に住んでいる魔物しか出てこなかったのに、まさかひょっとして。あいつらでしょ、絶対、絶対あいつらじゃん、絶対あいつらじゃん。ちょっと待って。
鉄の剣とか渡したいんだけど、鉄作業台が、ちょっと待って、うん、はい、ついていきます。みんな集まってる。うん、あれは船？なんて大きさなの？うん、マジで？ちょっと待って、とりあえず銅の剣の方が強いよな。マシモは何持ってんの？マシモ何も持ってなかったの？お前、あ、ペロちゃん、あ、違う、これペロちゃんは鉄の方がいい。おっさんは装備できない。どう？イバラより銅の方が強かったよね、確か。オッケー。うん。倒すしかない。はい。住人名簿で人を呼べばモンゾーラのみんなも来てくれるわよ。どうするかは、どういうこと？モンゾーラから来てくれんの？どこここ。どこここ。はい、騙されました。はい、嘘つかれました。はい。それ嘘でした。はい。なんかそろそろやばい感じじゃない？これ、シド連れてかれて、なんか、目覚めてみたいなやつじゃない？あ、これ、一番最初に乗ってた船じゃない？似てるだけかもしんないけど。我々がものづくりなどという呪われ思考を見過ごすと思いますか？こんなおぞましい島を放っておくと。でも、さあ、式ビルダーども、粛清を受けなさい。どうやって戦うんだい、こんなの。降ってくんのか。行くぞ。タコ殴るじゃ。何匹？60匹もいんの？めっちゃ多いな。武器全員にドラゴンキラー渡すぐらいにしときたかったな。まあ、素材は全然ないけどさ。よし、おお、ちょ、そろそろ必殺はまだかい。まあ、うわっ、必殺打てるけど、次にしよう次の、これはまだだ。ちょっと数が少ない。もっといっぱい出てきた時にやる。30、いけるよし。ここかな、集まって、みんな集まって
あと待って、集まってくれ。ここじゃ。よし。やめて。おいしい。薬草準備しといて。どこどこ、待って、あと20。いやー、強い方の勘だった。回復。よし、ちょっと待て、あっぶれー。配信はやばいっしょ。それは聞いてないぜ。やっば、あれは絶対避けなきゃいけない。これ避ける、これは大丈夫。ためが、赤ためが入ったら、これは危ない。ぶねー。赤ためが入ったらもう避けなきゃいけない。死者が出てる。ペロちゃんが死んでる。撃つよ。ここ。おお、いい感じに全員に当たった。やばい。よし。みんな死んでる。ちょ、薬草これ足りるかな。あ、ラストだ、これ最後だ。いける。よーし、耐えた。まだですよ。強大な圧倒的力の前にひれ伏しなさい。おっと、そうだ、いくら雑魚どもも、どもを相手にしても仕方ありませんね。マジ、ここは俺たちに任せて、お前は逃げるんだ。シド、エデと一緒に行って、船は他の島に逃げるの。船で。何、しかし。グズグズしないで、エデを守れるのはシドだけよ。マジで。逃げんの？待ってくれてるよ、ほら。待ってくれてるけど、どうする？逃げんの？逃げない！逃げない。待ってくれてるけどどうする。行くか。行かなきゃ話が進まなさそうだ。船着き場。せっかくピラミッド完成見たかったのに。どこ、あ、いた。おい、かかってこい。うわー、青い。とりあえずちっちゃいやつから倒していこう。強そう。回転斬り、いける。はい、必須回転切り。あ、届くのね、それ。ジャンプ攻撃。
よし。うん、白爺だ。お主たちは一度この島から離れるのじゃ。あやつらの狙いはビルダーであるエテじゃ。エテがおる限り攻めてこよう。ビルダーがおらぬとあらば、あやつらも手を引くはずじゃ。教団のことはわしに任せておけ。指導はエテを守ってやるのじゃ。わかった。ルールやあいつらのこと頼んだぜ。あ、セルジだ。お元気ですか、エテさん。僕はペロさんも、僕のペロさんも元気にしていますか。僕は最近、ジュエルンさんとバニー服の研究開発を進めています。僕は必ず世界で一番のバニー服を完成させます。自分で着ます。なんでなんで着んの、お前が。はい。捨てよ。セルジの手紙だけ捨てよ。さあ行くでやす。どこに行くんだ。モンゾーラ島行って、でここがオッカムルってことは、ここが次しめじめ島。こっちも行ってないもんな。まあこっちだろうな多分。ゲーム、はい、わかりました。はい。しめじめ島。さよなら、空っぽ島。ここって行ったことあったっけ。なんか鶏の時なんかどっかちっちゃい島行かなかったっけ。鶏連れてきてって言ってた時、それがここだったような気がしないでもないな。うん、なんで今の夜は。岩か何かにぶつかったようです。何分この視界の悪さでやすから。まさか船に衝突しちまったでやすか。しかもこれはハーゴン軍の船。ひー、貴様のその無駄なニコニコ顔、横にいるやつの無駄に好戦的な雰囲気。さては貴様だな。ウゾーン様がおっしゃっていたビルダーというのは、逃亡者自ら、追っ手のもとにやってくるとはさ、これでもう逃げられん。うん、戦い続くね、なかなか。大したことないぜ。指導が強すぎる。いいじゃん、この船もらっていこうぜ、この船。うん、あ、人質取られた。舐めやがって。おっと動くな。そのまま武器を捨てて言うことを聞け。逆らえばこいつの命はない。無視して、はい、そうですね。うん、不要とでも、五条でやす。五条です。うん、はい。五条でやす。五条。なんや、こいつ。さあ、お前たちビルダーどもを牢に連れて行くんだ。捕まっちゃった。ビルダーよ、喜ぶがいい。貴様らの行き先が決まったぞ。
なんかオープニングに戻った感がすごいね。服を取り上げられているのかだと。まあ確かに鎧だから鎧的なやつだから作ったやつだから。眠っておくか。服取られちゃった。すごいパンチを持ってるやつみたいな感じじゃない。三晩波に揺られ続けた。へえ。エジプト指導は厳しく身体検査を受け、ほのぐらい監獄に入れられた。大監獄編みたいなこと。ダメだ、力封じられてる。君たち心理界かわいそうに。貴様黙れ。許しを願う時は時と慈悲をもらう時以外勝手に口を開くな。すぐに牢を出て広場へ向かうんだ。遅れたら懲罰棒に叩き込む。ひー、どうするシド、まずいことになった。はい、確かに船長がいない。6207番と6208番。わかりました、わかりました。どっちが7番です、どっちが8番でしょうか。監視様、どっちが207番でしょうか。あ、僕が207番ですね。わかりました。鍵ないもんな。あ、はい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 。こっち？ん？こっちか？こっちは何ですか？こっちか。あー、すごいな。なんじゃこれ。アイテムも装備も何もないぞ。はいはいはい、こっちか。急げ整列。うん、三号房の囚人は揃った。鎖を、鎖切った自分の心を破壊すべく自分今日も構成に励むのだ。構成、はい。早く今日の構成に向かえ。な、わかりました。行くぞしよう、構成に行こう。構成だ、構成しよう。俺たちは構成するんだ。こっちか、こっちか。急げ。マントは、マントない、マント、マントある説、マントある説なかった。心理6207番です。ああ違います。はい、キャベツの種を16個畑に植える。わかりました、わかりました。どこが畑、あ、これか、これ畑。よし、
16個。よし、終わりました。はあ、貴様ら見るな、次に口を開いたら懲罰も送りだ。うん、784番がキャベツの種を持っている16個受け取って畑に植える。倉庫はここから東だ。作業が終わったら再度報告するように。東、ちょっと待ってね。わあやばい、1時間超えちゃってるよ、どうしよう。一旦区切るか、とりあえず一旦区切って、次回このなんか大監獄編やっていこうか。うん、とりあえず覚えとこう。倉庫行ってキャベツな、倉庫行ってキャベツ、よし。はい、では今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。